あんたでもいいよ。頭こされるな、気に入らねえ。お前プライベートで殺したのか。だっけ、右強烈。これ行った方でしょ。自分ではそう思ってた。倒れた。交代で禁止しようと思う。教えてください。コーナー、身長172センチ、ラッパー、ゆきトラウ。赤コーナー、身長170センチ、反逆の問題児、コメオご試合を迎えました。さあ、ミクルさん、おなじみのコメオ登場ですね。そうですね、まあ、前回のオーディションで一番盛り上がってた2人なんで、はい、これは楽しみですね。決着つけてほしいですね。そうですね、ユキトラも肩を脱臼しまして今回満を持しての登場となります。さあ、試合スタート。おー、いきなり足を蹴りかけました。コメオ出窓をくじかれた。左ミドル、サウスポーに構えているコメオ。コメオジャブついてから左フック。おお、ジャブ使っています。おお、右フック振りましたけど、おお、パンチの連打。パンチャー、コメオ振りましたね、はい、前回と全然戦い方違いますね、はい、前に全然出てますね、今回フリーボーからの膝使ってきました。あ、これはミクルさん、注意が与えられますね。はい、あ、でもコメオちょっと、あ、スーパーマンパンチ。空振りから右フック。コメオさん、ノーガード、はい、ガードを下げている。なんかどちらかといえば692期の方がカウンター待ちになってます。なるほど。さあ、出てきます。コメオ、ダッキング返したユキトラ。ユキトラも見ています。いや、オーディションでも散々コメオを挑発していました。アッパー、右フック。コメオのパンチ出てくる。さあ、どうだ。ユキトラも行きたいところ、お互いに行きたい。時間がありません。おお、しっかり左右のパンチ。コメオ出てくる。ユキトラ、ユキトラ、あっと、パンチの狙いか。試合終了。お前俺とやるか。いや、裏でやったろ。こんにちは、お疲れ。まずはおらおらエリートじゃん。エリートじゃん。俺の方がエリートだから。悪いけど。何見てる？負けてんじゃないか、お前。落ちちゃう、落ちちゃうよ。エリート。来いよ、エリート、エリート。コメの次はおめえだよ。誰も助けてくれなかったの。気絶してたら、こんなやつ気持ち悪いんだよ。いいっすか。Shoot!
ガキくれ来いよてめぇ、おい、やってやるわ。俺だと誰ってさっきは口聞いてんのこの野郎。てめぇ誰だよ。えぇ、やばい、今日本当に気持ちがいい。あのね、もうあの茶番ちょっとやめてもらっていい。俺こういう茶番嫌いだろ。ちょっと長いし。やるから。いや、俺な、二人やって。二人じゃなくて、俺が。いいよ、二人やってやるよ。そういうことですか。そういうことやってもね、分かる分かる。別に話進まないし、みんな今待ってるし。